甲細長首ガメは、爬虫中カメ目、蛇首ガメか長首ガメ属に分類されるカメ。オーストラリア固有種模式標本の産地は、オーストラリア西部。最大高長31センチメートルと長首ガメ、属最大種。背甲は、上から見ると、細長い卵型。種小名はブローンガワ、細長いのカ C パンは、横幅よりも縦幅の方が大きい。 頸部は太長く、校長の75%以上。長首亀族内でも校長に対して、最も頸部が長い。幼体の背光は、上から見ると卵型。本種は、外観から、長首亀族の B 群とされていた。タンパク質や DNA に基づく、分子系統学的解析から、長首亀族 B 群よりも A 群に近縁と、推定されている。 長首亀属中でも特殊化した種と考えられているが一方で椎骨板があること分子系統学的解析から A 群 B 群のどちらにも属さない C 群もしくは高細長首亀属マクレディラミスとして分割する説もある本種に対応した学名 C アブローンガの模式標本は近年の調査でチリメン長が首亀だったということが判明しているそのため 国際動物命名規約に基づくと、本種の学名は、シノニムとされていた、シーコリエに変更される。一方で混乱を避けるために、模式標本の再指定を行う訴えや、シーアブローンガの学名を使用できないようにし、本種の学名のみ、シーコリエに変更する訴えがアイスンに対して、行われる可能性もある。小型河川や沼などに生息する。繁殖形態は乱生。 旧翌1月に1回に25から40個の卵を2から3回に分けて産む。卵は200から230日で孵化する。オスは、校長 14cm、メスは校長 21cm で生成熟する。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。オーストラリアからの野生動物の輸出は禁止されているため、ヨーロッパなどから飼育か繁殖個体が、 稀に流通する。ありがとうございます。